お疲れ様です。お疲れ様です。基本うちのキャストから僕に直接連絡入んないんですけど、はい、まあこのうちに今って子がいて、まあ入って数ヶ月ぐらいで、もともと大分でバーやってた子かなから連絡来て、はい、なんか相談がありますみたいな感じで入ってて、はい、まあ、ちょっとこれからちょっと行って、はい、そのキャスト呼び出して話しようかなと思います。辞めるとかそっち系の相談じゃなかったらいいなと思うんですけど、うん、まあ、でもなんせいかんせん入ってなかったの子なんで、今ちょっと悩んでる。歌舞伎町を拠点に現在までホストシーンを牽引し、多数のレジェンドプレイヤーを輩出するホストクラブトップダンディ。そしてかつてこの場所にはナンバーワンプレイヤーとして君臨していた伝説のホストがいた。加賀美春、18歳でホストの道へ進んだ彼は瞬く間にその才能を開花させ、ホストクラブの聖地歌舞伎町で圧倒的な売り上げと数々の伝説を残す。そして長年トップの座に君臨し続けていた彼は2011年に独立を図り、新店メデューサを出店。しかし自身の納得のいく結果を作ることができず、5年の歳月を経て閉店へ。その後も試行錯誤を続け、2017年には新たに D キューブを出店するも鳴かず飛ばずの状態が続き、失敗に終わる。現在41歳となった彼はかつての栄光も失われ、表舞台から姿を消したかのように思えた。しかし伝説の男加賀美春はまだ諦めていなかった。現在41歳、ザ・レジェンドと呼ばれたホストの伝説が今再び幕を開ける。前回出勤前の春社長に同行し、バースデーイベントが行われたスマイルのその後の状況についてお話を伺った。次に、はい、まあ去年の年間の組数のナンバーがいて、まあ、その子が6月にバースデーイベントを 2days で打つっていうことをなんか言い出したみたいで、まあとにかくなんかそうやって自主的にこうイベント打ってみたいっていう、まあ、そういう文化ができつつあるのかなっていうところと、最近それは別に僕のバースデー影響関係なく、はい、なんか若手が元気っすね。結構若手の子たちが活躍し始めて、自身のバースデーイベントによりお店としての活気を取り戻しつつあるというスマイル。しかし彼の口から語られたのは良い話ばかりではなかった。期待の新人の子がいまして、で1000万ぐらい売るみたいな話って、ね、実際入店してみて、あれなんですよね、上手やしすぐ飲み直しておったりとか力はあると思うんですけど、その子が飛んじゃったって、えちょっとお金絡んだ先っぽい子だったのかなっていうのがあって、そしてこの日一度ヘアメイクへ向かうという彼は新大久保駅の人混みへ去っていった。時刻は19時半。お疲れ様です。お疲れ様です。ヘアメイクは無事終わりましたか？はい、終わりました、うん、まあ、終わってちょっといろいろ用事してて今って感じです。なるほど。で、まあ、ちょっとこれから営業入る中で、はい、ちょうど、はい、ここさっきですね、基本うちのキャストから僕に直接連絡入んないんですけど、はい、まあこのうちに今って子がいて、まあ、入って数ヶ月ぐらいで、もともと大分でバーやってた子かなから連絡来て、はい、なんか相談がありますみたいな感じで入ってて、はい、まあ、まだ返してないんですけど、まあ、これに関しては、はい、まあ、何かしら話さなきゃいけないかなと思うんで、今ちょっとこれからちょっと行って、はい、そのキャスト呼び出して話しようかなと思います。そことかで取らせていただくことって可能ですか？まあ、まあ大丈夫です。わかりました。もし何か言われたらあれかもしれないですけど、大丈夫です。ではお願いします。ヘアメイクが完了し、この日もスマイルへ出勤を行う春社長だったが、従業員からの唐突な相談の連絡を受け、ある不安が頭をよぎっていた。いやー、もうなんすかね、辞めるとかそっち系の相談じゃなかったらいいなと思うんですけど、うん、まあでもなんせいかんせん入ってなかったの子なんで。現在すでに一人の従業員が飛んでしまった状況という中で、今回の相談。店内へと向かう彼の足取りは重たいように思えた。おはよう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 。そして
店内に到着した彼は早速相談の連絡を送ってきた従業員を呼び出す。話を俺はしないから、まずヘッドって第一前提ってマイナスを被持ちなので、わからんときは担当者にその先輩のねテーブル座る前にどんな感じでヘッドすればいいですかって聞けばいい。だってわからんときだって、それ俺だってあるの。初めて間もないときって、まず経験が浅いからなんとなく察知することは難しいと思うから、それは。座る前にアンペルってどんな感じですかっていうのを、担当者に聞くなり前情報を持って座った方が確率上がるよ。それ女の子によってニーズが違うから、あとはその時の担当との関係もあるし、あとはそれ数をこなしていく中で少しずつ空気って読めるようになっていくと思うし、まあそれでもね 100% とはならないから、とにかくね人見つけ。春社長の不安をよそに従業員からの相談内容はホストとして前向きなものであった。新人ならではの悩みを抱える従業員に対してホストの先輩として親身になって対応するある社長。ホストなんて営業だし、それが仕事だし、それがホストだし、ちゃんと要求はしよう。 OK。 あ、いや、かわいいな、あそこはそんなあ、でもそっか、やっぱ始めた時だからな、いろいろと考えて悩むもんね。最悪の状況を想定していた春社長だったが、従業員の向上心ある相談に安堵の表情を浮かべていた。全然ホスト始めたての子たち、子が抱えるヘルプどうしたらいいですかとか、あと女の子にお店来てって言いづらいんですけどとか、そういうよくあるような悩みだったんで。なるほど、まあ、やめるとかっていう話ではなかった。全然そうじゃなかったんで、まあよかったですけど、真面目なんですよ。だからこれ真面目やからこそどうしていいか分かんなくて聞いてきてくれたと思うんですけど、かわいいですね。ホストって結構センスがどうこうよりは真面目に取り組んだやつに勝つんで、なんで彼はなんかすごい芽が出てくるんじゃないかなと思うし、すごい初歩的な質問だったけど聞いてくれたら嬉しかったし、まあここからね、今の若い子たちが育っていけばいいと思うんで、まあそれを育てるのが僕たちの仕事なので頑張っていこうかなと思います。
ここまで様々な課題を抱えながらも日々多くの問題に対処する春社長、そして春社長を筆頭に着実にその歩みを進めるスマイル。しかし彼らに降りかかる試練はまだまだ終わることはないようだ。次回、春社長からの連絡を受け、再びスマイルに訪れたスタッフは衝撃の事実を知ることに。彼がこう爆弾行為を犯して、そのまま飛んじゃったっていうのが真相。